ライデッケリナは三畳期前期の南アフリカとオーストラリアに生息していた絶滅両生類。学名はイギリスの古生物学者リチャード・リデッカーにちなむ。三畳期の分子イメに一般的だった全 C 型と呼ばれる水中生活に適応して単純な円筒型になった椎骨を持つ。そのグループの中で最も原始的なリネスクス浄化と より発達したカピトサウルス浄化の双方と共通性を持ち、どちらに分類されることもある。全長は最大で50センチメートル。カピトサウルス類の妖精といくつかの共通点があり、妖形成熟的な特徴を持つという。髪型を剥いた眼下と単純化した脊椎から水性だとずっと考えられてきたが、それにしては死死が眼圏で。 国家程度が高く、近似は陸生だったのではないかという説も唱えられている。化石は、リストロサウルスや、キノドン類の鳥ナクソドンと一緒に出土することが多く、魚類など水生生物と一緒に出ることはない。おそらく繁殖地である水辺にほど近い陸上で、生活していたものと推測される。ありがとうございます。